回余談一個挟むんでござるが、世界はまだ始まってすらいないね。今回実は5曲歌って、歌頑張るパートとダンス頑張る曲で風間の中で分けたのね。今回でダンスレッスンは結構基本的な動きとかストレッチとかも動きを教えてもらってたのでできたんでござるが、振り付けを実はちゃんとダンスの先生にしっかり頭から習ったのって実はハイド&シークとファンサだけなんだよね。まあ心なしはわかるじゃん。風間まあある程度振りしてたんでござるが、まあ歌やっぱねメインでしっとり基本的なダンスの動きを教わったんだよね。そう結構ちゃんとあこういう風に動いたらいいんだなみたいなの教えてもらったから、なんか振り付けを覚えるっていう段階では実はその2曲だけしっかりそのなんだろう元の振り付けの元さんがあって勉強して先生に教えてもらって、あとはなんかやっぱ体の動かし方とか同時進行で教えてもらって、つまり他の世界はまだ始まってすらいないと心なしと改正はある程度自分でどう動こうか考えてたんでござるが、ダンスどうしようかなみたいな、その今回教わった基礎とかを元に自分で曲に合わせて動きました。どうだったかなっていうのちょっと心配だったよね。本当は全部練習しようと思ってたの、ダンス動画とか見てね。だけど考えた時にそうすると歌にリソースささかなきゃいけないのに歌までグダグダになっちゃったらどうしようと思って、だから歌をしっかり歌うっていう、なんだろう、難しい方の歌は、風間的にその難しいなって思ってる方の曲はもう、ダンスは、めちゃめちゃガチガチにするんじゃなくて、風間も基本的に教えてもらった動きで、頑張ろうって思ったね。けど、でもやっぱ、全く動けないのは違うなと思って、いろんななんかダンスの動画とか、先生の動画、なんかその、動いてるところ見たりとか、レッスン中に自分のね、動きをちょっと動画で撮ったりとかして、で、勉強して、やりました。で、特に一番、なんか自分で頑張って考えて動いたのは、やっぱでも世界は始まってすらいないだったから、一曲目は、カメラさんに言ってたんだよね。跳ねますって。風間跳ねるんで、カメラどこからどこまでだったらカメラさん大丈夫ですかって言ったら、いやもういろはさん、カメラは頑張ってついていくんで、好きなように動いてくださいって言ってくれて、あ、本当ですかって言ってぴょんぴょん動きすぎて、カメラさんに見切られないか、すごく心配になりながら動きました。跳ねますって、風間は跳ねますって。いやー、楽しかったね。で、そのね、動きもね、いい感じに、稲殿にもね、好評だったみたいで、とってもとっても嬉しかった。そう、振付師さんとかじゃなくて、基礎で習った動きとかを合わせた風間オリジナルだったから、今回ちょっとそれがめちゃくちゃ心配だったんだよね。よかった、ありがとうございます。よかった、安心したわ。